神田地スノーリゾートは、新潟県南魚沼郡湯沢町にあるスキー場。バブル景気到来時の第二次、スキーブーム期に開業した日帰り客の集客に注力したスキー場である。急昇神田地高原スキー場。神田地スノーリゾートは、新潟県南魚沼郡湯沢町の豪雪地帯に、ある上、三方尾根に囲まれ、雪が溜まりやすい地形にあることと、北斜面であるため、 豊富な雪量と標高の低い湯沢周辺のスキー場にしては雪質に恵まれている。また湯沢インターチェンジからも近く中規模なゲレンデながらスキーブルーム時には年間100万人を超える入場者数を公表するほどの人気を博した。2015から2016シーズンにおいては1月22日より平日は23時までの平日ナイター、金曜日、土曜日に関しては 夕方18時から朝4時までのオールナイト営業を実施していた。前日の通り、日帰り客をメインターゲットとしており、地上6階建てのリゾートホールと呼ばれる巨大なセンターハウスには、日帰り客用に、湯沢地区最大規模の入浴施設、神の湯や仮眠室、リラクゼーション設備が用意されているほか、レストラン、ゲームコーナーなどもある。ナイター前後に関しては、 神の湯にて、簡易ながら、個室宿泊も可能。センターハウス前には、ゲレンデはなく、来場後は滑走ゲレンデまで、A リフトで上がり滑走する。A リフトは2線稼働している。非常に混雑している日にはここで、ボトルネックになり渋滞することもある。下山時は下山コースで、センターハウス前まで滑り込める。 なお本スキー場の標高差540メートルは A リフト分も含んでいるので中級以上のものにとっては実質的な標高差は460メートルほどになる。リフト5本のうち3本が高速クワットリフトで長さも1キロメートル以上と効率が良い。石川敦志プロがプロデュースするスクローバーパークをはじめハイクアップパークやバンクドコースなどパークも充実している。 ありがとうございます。